先日ね、そう12月9日そうで、でしたっけ？そうですね。はい。KT ゼップ神奈川でね、ワンズのファンミがありましてね。行ってきました。行ってきました。ね。で、まあ、横浜の、まあ、港未来ってとこだったね。うん、そうそうそう。ちょっとまあ、そうですね、港未来からちょっと距離があったの、うん。なかなか大変だったけどね。大変だったな、いや。で、まあ行ってきて、そう、で、シーズンもなかったからね、とりあえず。で、まあ、何か紹介してないって分かったんだけどね。ワンズのファン会員限定のね、ライブ初めて行ったんで、まあ、CD があるとは踏んでたんだけど、うん、なんか CD なくてさ、そうそうそう。で、でもちょうどね、前のね、抱き高のシーズンが紹介したからね。みんなに紹介してないからね。初回限定版の抱き高ですね。これをね、しかも今回だったもんね、ファンミでね、そうしばらくぶりにね。そうということで、あのスペシャルライブ の3年前かなのライブのダイジェストをちょっと流そうかなと思いましてね。これみんな聞いてまた思い出しましょう。どうぞ。はい。限定の人しか行けなかったからね、すごい人いるので。多分行けた人は少ないですね。ね、ラッキーよ。何百人だったかな。結構少なかったね。今まではこの読みとか見る中に踏み込んでいったファッションを別にね、味わおうと思いましてね、ちょっとそちらも楽しみにね、ぜひともチャンネルレーザー登録のね、ご覧くださいませ、ね。お願いします。ファッションもお願いします。じゃあ、この後もお願いします。